はい、どうも、GTです。今日はね、青森県の白洲漁港という場所に来ました。と、白い砂と書いて白洲漁港。皆さんよく覚えてください。今日はここで釣りをしていきたいと思います。前回ね、ミニヒラマサを釣ったんですけど、まああんなのじゃなくてね、今日はもうでかいものをドカーンと釣りたいと思います。それではこちらをさばいていく。で、今日はこの白洲漁港の堤防があるんで、映ってますかね。あの奥まで行って、あそこから遠投してやっていきたいと思います。魚の群れがいるので、こいつを追ってくるでかい魚がいるんじゃないかっていう説ですよね。合ってますか？間違い。堤防の先端まで来ました。結構ありますね。200メーターぐらいあるんですかね。200メーターも先まで来たら釣れないわけない。11時50分です。2、3時間やっていきたいと思います。で、今日は、昭和ジギサビキ。前回使ったやつと同じですね。それにメタルバイブ。前回釣った実績があるので、まあ、今回もこれでいけるでしょうっていう安直な考えですが、まあ、頑張っていきたいと思います。こちらのバイブレーションを友人は使っていきます。ライト。何でもいいから釣れればね。いかんねえな。まあ、まだ10分なんでね。長く見ていかないと。近い。あ、いる。でか。見えてるよ。いる。そこ。いる。見える。でも表層でもないよな。うん。中層だね。いいよ。いいよ。来るよ。邪眼の力を舐めるなよ。来る？俺見え。あ、でもゴミついてんじゃない？どうだ？乗れ。来い。小魚追ってる。乗れ。だー。諦めんなよ、お前。20分ぐらいやって、一応メタルバイブに、まあ、近づいては来てるんですけど、全然食わないので、自分に変えます。100均でございます。甘いぞ、遊戯。今12時38分。50分ぐらいででも、全然釣れないっす。当たりも全くないんで、時間が悪いかもしんないっすね。Yeah, that's what I'm saying. あまりにも釣れないので、このGクリル、エビを。浮き深瀬の針につけて、釣りたいと思います。全速前進だ。うわ、餌先取られた。やべえ、こいつら頭いい。そうだからちょっと海の今どれぐらい？いや普通に30ぐらいだけど、あのエビに来てた今。これ、うわーでも釣れども同じサイズだね。そうっすね。うん。まあいいや。とりあえずこいつ死んだらこいつの内臓を餌にまた針垂らしておけば釣れると思うんで、ちょっとルアーがダメな時は本物の餌で釣りたいっていうことで、まだまだやってきます。乗った。よしべーし。乗った。おー。同じぐらい。よし。あー、やるぃ。倒れてるじゃん。ナイスだ。倒れてるじゃん。カメラに映ってなかったですけど、一匹釣れました。餌取り野郎です。こいつも餌にしたら釣れんのかな？釣れるわけねえだろ。釣れないっすね。逃がします。時間は1時5分で、もう1時間10分ぐらいやりましたね。まだ俺のバトルフェイスは終了してないぜ。速攻魔法発動！バカガトル！よしべーし！乗った。よし、なんだ。でかい、船だ。あ、やるー。あー、いいよ。フグ、さっきよりサイズアップしました。10センチです。よし、フィッシュ。よし、やるー。ナイスだ。フグがめっちゃ釣れるんですけど、フグ以外釣れないっすね。ゴー、やめて。放て。次、花のライフは。もう勝負はついたのよ。